大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということでね、6月29日公式戦手前、本当あそこの特訓踏みたかったんですけど踏めませんでした。わけでこの合同練習はしっかりと合宿にとっといていきたいと思います。そして生放送で今何気に収録中でございます。なんで右上の方にねピローンって出たのはコメントの回数ね。夜中撮ってますからね、なかなか人も今いないかもしれませんけど、で今前評判 D の状態なんで、すごい選手たちで行ってますよ。今すごい選手たちで行ってます。頑張れ、ありがとうございます。コメントは拾っていこう。ある程度ね、1年生2年生を中心としたチームで行こうと思ったんですけど、さすがにちょっとヤバすぎるんで、まあこんな感じでちょっと工藤さんとまあまあ頑張っていく感じでね、また1年生この辺も出したいんだけどね。いい選手ですよ、いい選手ですよ、ほんとね。1人変える？ひよってくるっていう状態ですけど、まあまあ、いや変えとってもいいかもね、ほんと鍛えるためにさ。どっちかどっちか下ろす、うん、一回下ろしとこうかこの2人、うん、申し訳ないけどね、そらさんには申し訳ないけど一回下ろしとく。これでいこう、これでいきます。やる気のスイッチね、任せて。でっけえ声出していきますからね、いきます。公式戦勝ちますよ。その前に7月、工藤さんがいい感じになってきますね。スタミナがここまで上がりました。なんとか B まで持っていければというとこですかね。うんうん、まあ今見るとこといえば、見るとこといえばまあこうですか。守備もだいぶ上がってきたね。じゃあベーコンさんのミートでも鍛えてもらおうか。本当はやんちゃやからね、パワーなんでしょうけど、うんうん、ガッツもねパワー上がってきた。 D までいければいいんじゃない。ティガさんもパワー上がってきたね。いいよいいよ、いい選手になったね。いきます。負けられん、絶対ここは絶対落とすわけにいかんやろ。よしよし、下に上がった。工藤さんがよく打たれる理由っていうのが、90球ぐらい投げた付近でね、突然ねこうなんかが悪くなるんだよね。うん、なんでスタミナが多分足りてねえんだろうなと。うわー、どうしよう。もう俺からすると全員モブや。全員モブやんけ。草柳で行く。みんな打率がやべえんですけど。じゃあこれでここは勝ちたいね。いや勝たんといかんけどね、勝たんといけないんだけど、まあでもね、やっぱ1年生2年生を育てるためにも出していかないからね。そして濃いメンバーが選ばれた。それ本当それ。コメント読んでます、しっかりと。お、ワンアウトランナー一塁だよ。ワンアウトランナー一塁という場面。さあ誰だ。足速いよね。コルルさんは微妙に足が速い。でも絶対1点欲しい場面ではある。でも結局脳筋で打っていく。もう最初からなかなかしないやつやってきますよ。もう いつもね、もういけいけーってあーいってやってるんだけど、もういきなりタッチはセーフ、いきなりやっていきます。オッケーオッケーオッケー。あ、起きない、大きくない、取りました、大きくない。ボールは中継、これでツーアウト。鳥越雄介じゃねえ、向こう。もしかしてあのショートは鳥越雄介さんじゃありませんか。スクイズ、これスクイズある、あるよ、うん、あるよ、これスクイズあるよ、スクイズあるよと見せかけてから一回引っ張っていくよ。あー、バレてるバレてる、スクイズバレてる感じだねこれね。あー、なるほどなるほど、もうここはスクイズでしょう。いきます、ゴー、おっしゃー、どうし、まず1点、よし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 、勝ち越し、オッケー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 、ナイススクイズナイススクイズ。なんか工藤さんが点取られとるのはちょっとあまり下せないね。でもね、こんな状況にも C か、足 C で相手は一応見とこうか。さっきの鳥越さんって本当にやっぱりね、鳥越雄介さんとか思ったわ思ったわ思ったわ。でキャッチャーは肩が D でクイック C でスライダーしか持ってない K。 これエンドランかな、エンドラン、もう一球待つか。ここでうわエンドラン難しい、流し打ち、おーしょ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 、よく送った。ナイスナイスナイス、送ったんでかいね。うわじっちゃん打ちそうやな、じっちゃん打ちそうやぜ。打て打て、1年生頑張れ、じっちゃんやけど、1年生やけどじっちゃんです。あいやー、そこはダメでしょう、テイダさんと、テイダさんダメでしょう。ツーアウト2塁、おじいさん。もううちのこのさ、打率の悪さ見て、マジでみんな
なぜこのように打てませんかね。打てんの本当。打てんくなってきたね。守備ワンアウトランナー2塁、やば。工藤頑張れ、工藤さん頑張れ。外角でもね、このカードさ、こう数字が高い方が打ち取れますよって聞いてさ、ほら打たれた。切れて、おぶねえ。もう数字が高いやつほど打たれるんだけど俺。ほら数字が低い方が打ち取れるんですって。きっとね、俺がやっぱり監督やからさ、もう全てがね天の弱なんだよね。きっと数字を低い方を選んだ方が絶対勝てるわ。 OK、 うん、打たせとれ。 OK、 最後は伸びのあるストレート。先行チームこの回ワンアウト。ね、あの4とか5とか使うの不安でしかない。うわマジでこれやばいな。打ててない原因がここに来てるかもしれない。守備にもう少し気合を入れて、なおかつもうガチメンバー出していきます。ガチメンバー、まずガッツ、さあセカンド打った台が守れる人、ティガーさん、あなるほど、こうね、ティガーさんを出して、ベーコンさんそのままでいっか、いけそう。あと外野でもこれでいっか、いきます。さあここは守備を変えてくる。内野をがっつり本気モードで緩急、もういけ、ストライク取ってくれんかね。ウェーイ、頑張れ、取れる、おお、ナイスキャッチ、コルーさんナイスキャッチ、よかった。これは流れ来たぞ、これコルーさん流れ来たよ。強気微妙、足速いやつ俺誰もいねえな。おい、これはいい流れやからね。でもね、さっきのはちょっと自分で、おおマジでゲッツー、やばい、ゲッツーです。おお弟さんや、久々見たな、あんた、なんか弟さんの名前久々見たわ。今日まあそう微妙ね、そこそこ打ってるけど、危なかったね、もうみんなんと。ナイスプレーとね、本当ありがとうございます。俺じゃねえけど、コロロさんナイスプレーやでマジで。これ何敬遠？勝負しようよ。さあ、アホ毛のジンボくんですよ。さあ、パー上げました。こんな感じです。全然上がってねえよ。うわー、これ。見ていこう。もう一球見ていいよ。行きます、ここエンドランゴー。おっしゃ、抜けた、走れ、帰ってこい、ブリー、帰ってこねー。ガッツ、さっき変わった瞬間ですからね、ファイト。変わった瞬間ですよ、見せてもらいましょう、ホームランを。向こうバテたよ。オッケー、しゃー、満塁ホームラン、さすがガッツ、素晴らしい。サムネ決定やな。サムネ決まったね、今のは。えい、やったー、見せてもらいましょうからのホームランですよ。さあもう1点取れていこう、もう1点。工藤さんここでお役ごめんでいいんじゃないですか。でさくらさんとか調子がいい2期とか出してくから、ないばってん、まあ、ここも2期どう、もう G やけど関係ねえ。振って、待ってお祭り男、さあお祭り男の本領を発揮することができるのか、ね、ミート引っ張り、振ってけ、おお、ナイス、素晴らしい、ナイバッテ、男ガッツ、そう、それ。サムネ決まってるの、いい顔してんな、この強気もな。さあ、ただ問題が、どう出していこうかな、瀬沼君とか出していく、先行チーム、最後だと抑えだけやからさ。結構ポロポロ出していかんと、この辺も出していくか、こうかな、先行チーム、よし、出していこう、引っ張り、頑張り、追撃、もう一球、おっしゃ、抜けた、おっし、丸い、満塁、いいよ、さあ、さっきナイスプレーで見せたコルルさんじゃありませんか、チャンスに強いよ、どうするかな、変えていく、変えてもいいな、変えてもいいけど、
一回出たからもうこれ出たことになってるのかな。だったらこれでいいけど。バルバンさん、じゃあお役ごめんしたからね、ピッチャーいなくなるのは困るけど。よし、いけ。おおおお、いきなり手出してくる。おーしゃしゃしゃ、ゲッツーない。エラー。おーしゃ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 、よしゃしゃしゃし、いいよ、9回やったらもう何点取ってもいいから。何点取ってもいいよ、ティガーさん。さあ、持ち前の闘魂が力を発揮するか。すげえな、こう見るとすげえな。よしよし、引っ張り引っ張り、軽く軽く、もう一球もう一球もう一球、打ち直しからの満塁ホームラン。今日2本目、今日試合で2本目の満塁ホームランです。イエーイ、気持ちいい。こうやって初戦はめっちゃ勝つんよ初戦はめっちゃ勝っていくんよ。で、見せ場を作っていくのよ、うん、まだまだ続く、まだ続く、まだいくよ。ガッツ2本目いっか。いいよ男ガッツ、じゃあ2本目お願いしますよ。走れる走れる、これはいけそうな気がする。やめとこ、調子いい、最初は調子いいよ。初戦はね、すごく勝たせてくれるんです。いてえ、お前誰にぶち当たったと思ってんだこら。今日ホームラン打ったガッツやぞ。流し打ちかな、ベーコンちゃん。頑張れベーコンさん、手出してこ、手出してこ、よしよしよし、手出してこ、よし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 、先行チーム絶好調。さあガルバンさんですね、ガルバンさん、さっきダイソー出たからね、ダイソーで出てくれたからね。本当はピッチャーやけどね。えっ、ビビッと入ったかと思った。あー残念、惜しかったね、ガルバンさんのホームラン。まあ、これでいいんじゃない、勝手に変えてくれるでしょう。違う、変えてくれないの、変えてくれないのね。じゃあこうか、ガルバンさん、じゃあ外野守る、うお、外野がいなかったんか、まあしょうがないから。さあ押さえてもらいましょう。先行チーム、師匠、彼女ができた師匠、頑張れ。名前本当は呼び方違うんだろうけどね。はいはい、とりあえずワンアウトからね、しっかりいこう、しっかり押さえていこう。取れるよ、ティガさん。はい、ナイスフィーリング。バッターは2年生、皆川。今日はここ。さあ、臭いところ。もう一球。オッケー、オッケー。さあ、あとはもう低めにポーンと。もう一球。あーん、取れん。いけ、彼女持ち。そう、あのね、やっぱ生放送じゃないといじるところがなくてさ。鳥越コーチ。外入らんな。やっぱコントロールやな。もう一球。抜いていった。ボールは中継。鳥越ナイスバッティングです。ガルバンさん変わる、ピッチャー交代、守備交代かな、守備交代。あ、まだガイアいるじゃん、ガイアいっぱいいるじゃん、ガイアいるじゃん。さくらさん使うか、頑張れ、ガルバンさん頑張れ。ものすごく褒める、使ってる、まだある。さあ抑えよう、しっかり押さえていこう。入らん、変化球取れる、ゲッツ4、6、3、勝った、ナイスプレイ。よーし、まあまあ楽勝でしたね。満塁ホームラン2発ってすげえな。ウサって書いてるわ、あ、 USA 近い人だって言いたかったウサって呼んでしまった普通に。わあすごい、満塁ホームラン気持ちいい。こう右上に出てるのはね、生放送中に出たコメントなんでね、ありがとうございます。やったー、初戦突破、ザビ監督。コントロールはスタミナ上がった、おし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 、2位上がったやん、ありがとうございます。ちゃんと使った選手たち、ちゃんと途中出場になってるね。なってる。でもそろそろさ、1年生またもう下ろさんとやばくね、これ。結構危ないところもありましたけど、おめでとうございます、ありがとうございます。危なかったね、マスク点取れんかったのがちょっとやっぱ怖かったな。強気ノリノリになった、よし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 、この公式戦、この勢いで連勝していきたいと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃーん。